皆様、第8世代へと進化を遂げた新型911、いかがでしょう。さあ、ここからは弊社執行役員マーケティング部長の山崎より、この新型911についてご説明をさせていただきたいと思います。ポルシェジャパン山崎でございます。本日はこちらに新色のドロマイトシルバーと、そしてゲンチアンブルーの新型911カルダ S をご用意させていただきました。ここからは代表取締役社長しめぎに代わり、私山崎より新型911についてご紹介をさせていただきます。さて、私どもの創業者テリーポルシェはタイムレスな車を作りたいと言いました。タイムレスとは一体どういう意味でしょうか。私たちポルシェにとってタイムレスとは、デザイン、エンジニアリング、そしてパフォーマンスにおいてザ・ポルシェプリンシパル、ポルシェの車作りの指針を遵守し、短期的なトレンドにはとらわれない、いわば時代に左右されないということを意味します。中核となるこの指針を磨き続けることで、時代に即した全ての世代を魅了するユニークなキャラクターを持つ車が生まれてくる、私たちはそのように考えています。911はまさに時代を超えて進化し続けるスポーツカーのアイコンです。1963年に初代が誕生してから半世紀余りを経て、こちらに、ご紹介する新型911、8代目に生まれ変わりました。この事実は最新の911が長い歳月をかけて磨かれた価値と、世代を超えて認められる価値を兼ね備えている証拠と言えます。私たちポルシェにとって911こそがポルシェの車作りの中核的な存在、まさにハートそのものなのです。これは1963年より変わりません。これまで長きにわたり愛してくださるファンの皆様、お客様のみならず、新たな世代のお客様をも虜にする車、それがこちらの新型911です。その証に、あなたと911の大切な思い出を投稿しませんかと当社のホームページで問いかけてみたところ、世界中のポルシェファンが綴る感動体験の数々が約800件も寄せられました。私たちポルシェジャパンでは、会社設立後の1998年以降、約20年間で2万3000台近い911を販売してまいりました。そしてここ日本のマーケットでは、ポルシェジャパン設立前より911を販売していますが、現時点で3万2000台を超える911が日本国内で保有されています。日本は世界の中でも特に911ファンが多いマーケットとして知られていますが、世代を超えた多くのドライバーからまさにタイムレスに愛され続けているモデルなのです。さて、ここからは新型911の主な特徴についてお話しいたします。こちらの新型911では、いつでも快適に使える実用性と、スポーツカーを操る喜びをさらに高い次元で両立しました。今回生まれ変わった新型911について、こちらの3つの視点でご説明いたします。まず最初に、機能進化の追求から生まれたポルシェ独自のアイコニックなデザインについてです。誰が見ても一目でも一目で911と分かるエクステリアデザインは、半世紀余りにわたって受け継がれてきた DNA の一つです。まさにタイムレスなデザインです。新型911では、曲線や直線をよりシンプルに表現する一方、全モデルにワイドなボディを採用、力強い造形で包み込むことで存在感あふれるスタイリングを生み出しました。さらにリアホイールを台形化し、路面を捉える動力を格段に向上させることで、安定したロードホールディングを実現しています。またリアエンドは力感あふれるスタイリング、縦ホ
方向のハイマウントストラップを備えたリアリンググリル、そしてその下には立体的な LED テールライトをつなぐシームレスなライトストリップが非常に特徴的です。また新たにデザインされたワイドな可変式リアスポイラーにより強いダウンフォースが得られます。そしてインテリアは1970年代の911をモチーフとした水平基調で、よりワイドな印象が強まったダッシュボードを採用しています。その中央には 10.9 インチの大型モニターを据えたほか、メーターパネルもセンターのタコメーター以外は全てデジタル化することで、ドライバー中心の思想を守りつつ先進性を取り入れています。続きまして、さらに進化したパフォーマンスについてお話しします。新型911はエンジンのパフォーマンスも大幅に改善されました。左右対称に設計されたターボチャージャーや革新的なピエゾ式インジェクターの採用により、燃料消費量を低減しながらも従来型モデルを上回る優れたレスポンスと出力の増大を実現しています。最高出力は従来型と比べて30馬力アップ、そして450馬力となっていますが、これは従来型の GTS モデルと同じレベルを実現しています。最高速度は時速 308km、 そしてこの新型911はドイツ・ニュルブルクリンクのラップタイム7分25秒を叩き出しています。これは従来型モデルと比べて5秒タイム縮小を実現しています。そして新エンジンのパワーを効率よく引き出すため、新型911には初めて8速 PDK を搭載しています。6速で最高速度に到達し、優れたパフォーマンスと効率を余すところなく引き出します。8速 PDK は全ての911に、新型911で標準装備となります。そして最後にスポーツカーの走りを支援するアシスタントシステムについてです。こちらにご覧いただきますように、新型911にはこれまでのスポーツカーにはなかったさまざまなアシスタント装備を設定しています。私どもポルシェはパフォーマンスと快適性は相反するものではなく、1台の車でそれらが両立できる、そんなふうに考えています。新型911はこうした数々のアシスタント装備により、サーキット上でのパフォーマンスを最大化するのはもちろんのこと、公道でも快適なドライビングを楽しんでいただくことができる、まさに新しい時代のスポーツカーのアイコンと言えます。そして新型911には世界で初めて新開発されたウェットモードを標準装備としました。こちらのウェットモードは雨天時でも車両のスタビリティを向上させる機能で、濡れた路面のコンディションを検知し、それに基づいてコントロールシステムを調整してドライバーに知らせます。ウェットモードが作動すると、全てのセーフティーシステムが最大のスタビリティを確保するために調整されます。そしてこれだけ多くの魅力が詰まった今回の新型911、この度発売するラインナップはこちらになります。いかがでしたでしょうか。新型911の進化の証を十分にご理解いただければ幸いです。さて、ここについてそのタイムレスなデザインの側面からデザイナーの山下に開発の秘話を聞いてみたいと思います。山下さん、どうぞステージへ。あ、皆さんこんにちは。ポルシェ AG のエクステルデザインを担当します山下です。よろしくお願いいたします。山下さん、お帰りなさい。ただいま。まずはじめにですね、第8世代の911には新しいデザイン要素が数多く取り入れられてますよね。ポルシェ AG にはこの新しい911をデザインするにあたり、どういったことに、意識をされてきたんでしょうか。
そうですね、この新しい911をデザインするにあたり、我々スタイリング部門が目指したのは911をさらにスポーティーに、さらに力強く、さらにモダンにするということでありました。本当に私も一目見て、新しい911は本当にさらにワイルドになって、モダンで堂々とした姿に進化していますよね。では早速エクステリアデザインのポイントをお聞かせください。せっかく車がありますので、ちょっと車のそばに行って説明させてください。はい。まずサイドビューからは、そのまごうことなき911のシルエットと、その特徴的なウィンドウグラフィスが見て取れます。さらに21インチにサイズアップされたリアウィールによって、車はさらにダイナミックに躍動的に見えます。古い伝統的な911に、インスパイアされた少し立ち上がったヘッドランプにより、フェンダーの長さが強調され、この車を一層エレガントに見せることにも貢献しています。なるほど。本当に私は個人的にサイドのフライライが一番好きなんですけれども、フロントの方はどのように進化したんでしょうか。はい、まず拡大されたフロントトラップにより、車は一層より低く、よりワイドに見えます。そしてこのセクションを見ていただくと、まごうことなき伝統的な911のセクションそのものです。あとフロントカブのインサートにさまざまな要素をインテグレートすることにより、車はよりワイドにシンプルに見えます。あと4ポイントヘッドランプ、並びにこのフロントのランプの下を通るシャットライン、さらにはボンネットにつけられたくぼみにより、この車を一層、モダンに見せることにも貢献しています。本当にね、前から見ても非常に力強いデザインになって、よりたくましいマスキュラルな車になったなと思っています。では、リアの方も、ご説明していただけますか。911のリアはデザインにとって最も、挑戦次第のある魅力的な部分でもあります。分割線の全くない横一文字のリアランプは、この911最大の見せ場でもあります。さらには、前方と同じように、角にまとめられたライセンスプレート、エグゾースト、空気孔に、よりリアのセクションがより一層シンプルに、なおかつワイドに見えます。リアウィンドウと一体化された空気取り入れと、風の流れに沿った二頭型ハイマントストップランプ、並びに、前回と比べてさらにワイドになったリアスポイラーも、この車を一層シンプルに見せるのに役立っています。新しい911はポルシェのデザイン DNA が本当に鮮明に表現されて、伝統と革新が融合されたデザインが非常に特徴的ですね。続いてインテリアのポイントをお聞かせください。インテリアに関しては、996以来911のインテリアというのは、主に新しいテクノロジーに焦点を当てた縦型コンソールを強調したものになっていました。そこで新しい911では、原点に立ち返り、水平基調のレイアウトと新しい素材をテーマとして開発を進めました。ご覧のように、伝統的な911では水平基調のラインを基調とし、インストゥルメントパネルの5つの円形をレイアウトされていました。山下さん、せっかくなので実際の車両を見て、説明をお願いできますか。そうですね、ご覧のように、新しい911では伝統的なレイアウトに回帰し、さまざまなテクノロジーを、用いたシンプルな造形と明確なコントロールを目指しました。さらには最新の技術を用い、タッチスクリーンに代表されるデジタルテクノロジーと、ドイツ伝統バウハウスに代表されるシンプルかつ機能的な精緻なものづくりも、この融合もデザイン、インテリアデザインのテーマの一つです。なるほど。インテリアデザインの方にも伝統と革新がうまく融合されているんですね。そうですね。さらにウィングに挟まれた大きなセンターディスプレイは、タッチパネルとなっており、水平のブレードをハンドレストと使用しながら
ドライバーは素早くタッチパネルにアクセスすることができます。あとセンターコンソールにレイアウトされた正位置でダイレクトなスイッチ類は非常に正位置に作られており、インテリア全体の高級感を一層高めるとともに直感的な操作を可能とし、ドライバーがなお一層運転に集中するできるように考えられています。まさに新型911のエクステリアやインテリアデザインは伝統と革新があらゆるセクションに融合した唯一無二のタイムレスなマシンに仕上がったと言えるんでしょうか。そうですね、今お話ししたような伝統と革新の融合こそこの新しい911のデザインテーマでもあります。デザイナーのようにつきますね。山内さん、今日はどうもありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。